ダマスス2世は、ローマ教皇。バイエルン出身で、名はポッポという、教皇となる以前は、ブレッサノーネ司教であった。神聖ローマ皇帝ハインリヒ3世によって指名された二人目の教皇であり、また、ドイツ人教皇としては三人目となる。1047年のクリスマス、ザクセンの都市ポルテに滞在中のハインリヒ3世の元に、ローマ市民から死者が送られ、 教皇クレメンス2世の死が伝えられた。そして、ローマのパトリキウスタル皇帝によって、後継者が任命されることとなった。この時特使は、イタリア語を流暢に話し、ローマ市民からの信任も厚い理ン大司教アリナールの名を候補として挙げた。しかし、ハインリヒ3世は1048年1月にポッポを指名した。 ローマのラテラン宮殿を占拠していた教皇ベネディクトゥス9世を追放した後、ポッポはローマに入場。1048年7月17日にダマスス2世の名で教皇に就任する。しかし、ダマスス2世は就任23日後、秘書に訪れたパレストリーナにて死去した。その祝いはローマ市内のサンロレンツオフオーリレムーラ大聖堂に葬られた。 ダマスス2世の早い死については、毒殺説やマラリア病死説などが唱えられている。ありがとうございます。